ネモソルジャーの切ないです。 A ゼロです。今話題のポケモン老害クイズご存知ですか？うん、ツイッタートレンドとかになってたね。あれトレンドになるんだね。すごくない？ね、すごいね、マジで。これに便乗して似たようなポケモンの古い話についてのクイズがいっぱい投稿されてるんだけど、まあ、例えばこんなの。ポケモン老害検定。老害っていうね、言葉は良くないですけどね。害は良くないね。例題も兼ねてちゃちゃっとやってみましょう。第1問、川取りラティハッサムスイクンと来たら残りの一枠は。この時点で、ね。うん。もう、浅いね。これ、キノガッサかバシャーモかの二択やんだ、これ。両方正解だと思うんだけど。こういう問題を出すってことは、まあ、この問題作った人は、第5世代ライト層だったんだろうなっていうのを汲み取ると、まあ、ラミルカバドリのキノガッサが正解なんじゃないですか。いやー、個人的にはヒエラルキーカバドリのバシャーモを押したいんだけど。201ガブ、次のうち調整先でないものを選べ。まあ、この201ガブって4世代に作られた調整だから、スカガブのダブチョは耐えるけど調整先ではないよね。無振りも耐えるし。次のうち素早さ接続値は異なるポケモンを答えよ。今の人でも分かるんじゃない？感想はだ、素早さ接続値85、誰？毒ロックで合ってる？合ってる合ってる。まあ、水君対策だよね。今何対策でもないからね。第5問、ガブリアスの剣舞ジュエル撃輪で HB 特化エドランは陽気でも落とせる。当然落とせる。接続値147、誰？おのおのくす。これも老害になっちゃうのか。ひどい話やで。次のうち攻撃接続値が異なるポケモンを選べ。これ本当に今でも分かりそうだよね。何しか影分身2回積んで光の粉、砂隠れガブリアスに対し、ハチマキテラキオンが聖なる剣を打った時の命中率は何パーセントだったよ。いろいろ書いてあるけどってやつ。影分身は無視するけど、この後砂隠れは無視できないと。次のうち5世代でブースターが覚えない技を選べ。多分これだな。フレトラ。みんな言ってたやつ。歪んでます。おかしい。何かが。殺し合うの。これから連想される技は、トリックルーム。これは時代がすごい昔に言ったよね。ガイとは言わんけど、まあ、これは老人感ある。いやもう満点でしょう。よしよしよし。ああ、キラガッサで正解なんだね。おめでとうございます。あなたこそ真の老害です。真の老害って言われた。これ外したら問答無用で偽物でしょう。いやいやいや。あ、ダメだ。老害になっちゃうからやめとこう。ここまでにしとこう。こんな感じで、まあ昔からポケモンやってる人にはたまらないポケモンクイズが今のトレンドなので、ポケモンおじいちゃんといえばポケソル。今回はおのおのでポケモン老人クイズ作ってきたので、実際にお互いに解いていきたいと思います。A0 が作ってきたやつを俺が解く。4から6世代ポケモン老人クイズ。ガイじゃなくてジンにしました。第1問。マエル券でもらえるスイ君の持ち物は？いや、性格はとかにしろよ。いや、性格とか簡単じゃん。レンブの実と、ミクルの実と、うん、あと1個なんだっけ。なんか記憶レンブの実なんだけど、考えても仕方ないからレンブにしとこう。バトレボでも眠りターンは、実際のグーグーターンは2から6なんだけど、2から6がないので、ということは3から7。H187、D135 のメタグロスが確定で耐える技は、あー、なんだっけこれ。この辺はどっちかなんだけど、耐えるっていう記憶しかないわ。それをちょっと難しくしたからな。ずるいな。第4問、最も有名なソーナンスの配分は？これ切ないさんが実数値のが得意だから実数値にしてあげたんだけど。ちなみに実数値覚えてないんだけど。あれ覚えてないんかい。ずぶとい B252 で D が108振りなんですけど。なんだ、そっちのが簡単だったらそっちにすればよかった。なんか切ないさんに合わせたつもりだったんだけど、別に計算していいよ。多分合ってる気がする。この並びは見覚えある。世代でハチマキバンギラスのストーンエッジ急所で倒されるポケモンといえば、これ出そうと思ったんだけど。本当これ切ないさんに出してなって思って、いやワンチャン被るかなって思ったんだけど、テラキオンだね。スメローブシンがマッハパンチからやることで倒せるポケモンといえば何と何？普通なら勝てないけどってこと？まあそうだね。もうちょっと詳しく言うと絶対勝てるわけじゃないけどね、2匹とも。なんでやねん。でも倒せるとされているポケモンだね。あ、でもあれか、マッハパンチ連打すればソーナンスに勝てるのか。ソーナンスだろこれ。カウンターか道連れしかローブシン倒す手段ないから、カウンターのダメージを抑えれば5つ目の定数で勝てるだろ。思いつかんな。ソーナンスだけだな。諦めよう。第7問。滝バンドリュのラティオスの持ち物といえば、みんなこれさ、BW2 世代の人言ってるけどさ、知らんのよ。切ないさん、ワンチャン知らないかもなって思ったんだけど。え、なんかメガネじゃないのは知ってんだよ。おぉ。竜のプレートとかにしとくか。ああ。竜のプレートだっけ？わかんないから竜の基盤にしとこう。これで間違ってても怒らないで。第8問。XY 後期に開拓された HB クレセリア、グローパンチステミタクレ倒しつつ5つ目ダメ、反動ダメを耐える調整のガルーラの HP は 203？ え、なんかいっぱいあるよね、これ。そこが難しいところなんだよね。いっぱいあるところが。201だか203だか209だか。そこ細かいの知ってると、本当に老人だな。でも一番有名なの203でしょ。ずっと HB 水君、ネットレイビー、瞑想眠る、VS 穏やか HD クレフィー、イカ様イバル、電磁波身代わり、水君側の勝率は約何割？知るかい。整数ってことは10分の1で当たる。じゃあ3割。いや2割か。
HD でしょ。2割にしておきます。メガルーレアルファ最悪後期で最も使用率の低いガルーラの技は、あー、いやだってレートでしょ。うん、レートは恩返し八つ当たりいるだろ。で、秘密ばっかだったっていうのは聞いたことあるので、捨て身じゃね、意外と。実は6世代の人たちが言ってたのは森で、普通に秘密が少ないとか意外と捨て身。採点いきます。採点、丸やった、丸、バツ、丸やった、丸、バツ、強そうだ、丸だった、丸、バツ、バツ、6問。まあ過半数、これ玉文字なんや。これね、一個切りだね、玉アメハイポーは。あ、そっか、もう耐える記憶しかない。で、6問はキノガスター。キノガスターにマッパから入ってかって、あ、ね、寝言入ってる。そういうことです。あ、そういうこと、教えてよ。そういうことか。マッパ力入ることでキノコの方針に対して1回目の寝言は確実に決まると。9問目が4割なんだ。意外とスイ君勝つんや。昔からこういうのをシミュレーションをするのが好きな人がいて、大根さんっていう人なんだけど、その人の結果なので本当に 100% 正しいかは分かんないんだけど、まあ約だから大体は合ってます。大根さんは5世代の頃、剣舞なだれドリューズ対呪いツバメエアームドの勝率も計算してた人で、エアームドってドリューズに勝てないんだなってのがみんなに広がったっていうのは結構有名な出来事だと思う。偉人だね。10問目、普通に恩返しやつあたり少ないんかい。ずっと恩返しやつあたりに対して秘密学とかが勝ってなかったんだけど、本当に最後に抜いて、いやすごいなって思って、みんなガチ対戦本気で取り組んでんだなって分かったって感じだね。 PGL の使用率を甘く見てたな。で、合ってたやつ見ていくと、スイ君の持ち物は連部で合ってた。配布されたポケモンの中だとさ、一番環境を変えたポケモンだと思うんだよね。レイド覚えるとかさ、性格のんきとかさ、そんなんもう知っとる。うん、たら持ち物とかがいいかなって思ったんだけど。2問目がバトレボの眠りターンが3から7。これはバトレボと日本語のダイパかなだけこの眠り数なんだけど、最速起きが一旦グーグーじゃないのやばすぎじゃねっていう。眠り技いつの時代も強いけど、この時代の眠りターンは異常だね。第4問、284は覚えてたけど、12192って書いた時のしっくり生きてる感はすごかった超テンプレ遭難配分なんだけど、陽気ハチマキガブの激凛2体と臆病タマラティオスの流星群2体の調整なんだけど、でも5世代時さ、タマラティオスってほとんどいないじゃん。うん、メガネラティオスが過半数だから、個人的には穏やかの BD25 に H4 の方が好きだったね。まあ、この配分はめっちゃ有名だけど、俺はあんま使ってなかった。そう、自分はあんまり使ってない。でも一番圧倒的に有名だね。第5問、俺はあまりにも有名、バンギラスといえばもうテラキオンで、圧倒的有利が取れるかと思いきや、ストーンエッジに後出しするだけで急所に当たってたまに死ぬと。ここまでの話がさ、一つのテンプレ化されてたじゃん。7問目、竜の牙は、これは知りません。なんで当たったんだ、何が起こるのこれ。ステロとか砂ダメージとか一回で合わせて H 振りのローブシンが落ちて、だから例えば初手のバンギラス倒されてラディオス出して竜の波動で倒して、ローブシンが出てきたら竜戦群で倒せるみたいな。メガネ流派だとローブシンが落ちないし、流星群打っちゃうとまあこれまたローブシンが落ちないし、でも竜の牙だとそういうのもスムーズに倒せると。あとこれ滝バンドリュって書いてあるじゃん。うん、まあ、滝さんはバンドリっていうのをめちゃくちゃ嫌う人だから、そうなんだ、バンドリュって書いてるんですけど、でも正直自分は滝バンドリって言っちゃうね。これはリスペクト足りてないな。聞いたことはあるけど知らないせいでちょっと苦戦した。ガルーラの HP は203と、これ207とか209とかでグロスデミの反動5つ目を耐えるみたいなのが最初に言われてたんだけど、捨て身の反動が切り捨てとかもろもろ込みで203で確定で耐えるっていうのがね、検証で分かったんだよね。なるほど。だから S2 努力値振って、まあ、キノガスター抜きたいだとか、そういう風に振るために HP はできるだけ削りたいっていうところで203っていうのが一般化したね。なるほどね。じゃあ次俺の得。噂によればすごいふざけてるって聞いたんだけど大丈夫かな。いや、ふざけないよ。極みポケモン老人クイズ、シンとかで作ってる人いたから、それを超えるために1問目、バッギョガバガルミネズミヨーテ。あ、これ問題や作ろうかと思ったんだよな、かぶんなくてよかった。めちゃかぶるやんあ、これは努力値振りだねこれふざけすぎだいや、ふざけてないよ。これ老人クイズだよ。これあれだね、自分とレベル3のね決勝だね。自分が2連守るして食べ残しで回復しつつ自身の PAP を枯らそうとしたら、ガブリアスに剣の舞をされたとマジでおもろいこれ。今だとね、まあいやいやナメプヤンとかいう話になるんだけど、そういうことじゃないからね。当時は盛り上がってたからね。ファントム何のポケモン、優しいな。これ選択肢あるの、トノゲロゲファントムやね。は、何これ。あ、これ音声問題となっているので、はいどういうこと。こちら再生していただいて。ふざけすぎだろこれ。今の人はわからない。スカイプです今みんなディスコードに行ってしまった。5問目、あれかぶっちゃった
大好きすぎだろみんな。俺の方が優しかった。やっぱでもそうだよね、わかるわ。これ出したいよな。あ、これ積んだ。あのプレミアム会員入ってない。いくらだ。入ってないのかよ。いやちょっと待って、もうちょっとさ話してくれよ。難しいよ。500か550だと思ってます。550にしよう。なるほど。ポケモン DP において変身状態のポケモン A が変身になった時、バトル終了後 A はどうなる。どうなる。あれ変身バグみたいなのあったよね。いや、やったことないんだよな。ダイパキッズなのに。ってんだけど、あれなんでやんなかったんだろうね。謎の場所とかは歩いたことあるんだけど、いやこっちだったと思うんだよな。え、これさ、こことか覚えてるとかじゃなくてさ、ここしか問題出さないやろ読み、これなんだけど。めちゃめちゃメタやな。これ以外問題として成立しないやろ。エイジロさん読んでよ。あらゆる状況で戦える汎用性の高いポケモン、通称ハケモンでパーティーを構成する量ってなんだっけ。汎用量。お、知ってる。最終問題。おいおいおい、これまあまあまあ老人クイズだしね。老人クイズということも踏まえてズバリ答える。ポケソルはこれ8世代からだし、アセカルクはもう6世代からかな。切ないさんがどっち派閥かっていうのだなこれ。でも自分が初めてダメージ計算したのは4世代の時にポケモンの館でしたんだよね。お、だからこっちにしたい。採点。まる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 させていただきました。ありがとうございました。1問目プリルは皆さんご存知、ブラックホワイトで努力値を振るときに倒すポケモン。でも個人的にはさ B ダンゴロだったんだけど、まあ矢車の森行くのがめんどくさいのはわかる。人それぞれだ。剣の前生で小玉で見てて、剣の前押されてるやんのってめっちゃ笑ってた。16連守る決めれば自身の PP 枯らせるっつって守る連打してたんだけど華麗にやられた。身代わり張る HP もあるのに、自信もあるのに、わざわざ剣棒を選ぶっていう。面白かったねこれは。霊獣トルネロス。これがなんでかって言われたらわからない、うん、あ、これわかんないんだ。僕のお友達よく知る人なんですけど、まあ、謎の勢力がふざけて霊獣トルネのことをファントムって呼び始めたら、なぜか知らないうちに普通の人もファントムって呼び始めて。霊獣トルネロスってさ略称とかがないからかな。レボルトとか言われてるけど、レトルネって、まあ、ファンタム都合が良かったんだろうな。ちなみにこの命名した人が言うに、霊獣ランドはマントルで、霊獣ボルトはアルカポネっていう通称があるらしいんだけど、これは流行ってない。全然入ってないね。あったなこれ。あったわこれ。29秒ある動画さ払えてきたけどさ、1秒しか聞いてないわ。トゥトゥルポヨ。これわかんないのは確かに老人じゃないよな。スカイプめっちゃ不便だったよな、このディスコードに慣れちゃうと。確かにそうね。少なくともゲームやってる人はもうほぼみんなディスコードだよね。時代だ。寂しいね。これはね、これはもうさっき話した大好きと2人とも。これは変身先の技を全て覚える。普通に使ったらミュウとかメタモンの自由な技にするしかないんだけど、エメラルドとファイアレッドリフグリーンでモノマネの教え技があるから、3世代以前のポケモンは何でも覚えさせれるみたいな。わ、それだ。モノマネバグって言い方されたりしてたよね。そうね。これはライモンシティ。久しぶりに BW 起動したら絶対ここにいる。で、外出たら秋、冬、春、夏って出てウィーンって開く。BW 持ってる人は起動してみたらこのポケセンにいると思います。はい、よりの技範囲広いポケモンでフルワタにするんだっけ。そんな感じで。でこれさちょっと調べたんだけどさ、今もなんかウィキ更新されててさ。そうなんだ。テラスタル考察とかされてんだよね。どんだけ続いてんねんって。サイクルしないんだよねとりあえずね。できるだけ交換はしない。技範囲で弱点つきまくって、まあ、対面で勝つ。できたら苦労しないけどね。最後ポケモンの方よかった、これ一緒で。うわー、そうでしょう。ズバリズバリね。ニコ生で当時大活躍してた竹恵子さんが運営していたサイトなんだけど、まあ、第4世代第5世代ぐらいからやってる人はこのサイトに訪れたことない人はいないんじゃないか。ちなみに5世代からはトレーナー天国を使っていました。まあ、そうやって映ってくるね、ダメージ計算ね。以上10問中9問。当時中学生ニコニコプレミアム入ってなかったのが痛かったな。ニコニコプレミアムなんて自分で生放送しない限り入らなくていいから。動画も上げないし生放送もしないし見るだけだから。アーカイブじゃなくてなんて言うんだっけ。いやー
なんだっけ、タイムシフト。タイムシフトとかもね、見ようっつって思ってなかったから、入るつもり全くなかったね。というわけで今日はポケモン老人クイズを作って遊んでみたんですけど、まあ老人という体で今回やったんだけど、老人というよりかのやっぱずーっとずーっと生涯現役でね頑張りたいけどね、ポケモンは一郎さんみたいにね、キングカズみたいにね。そうです。これからのためになる対戦動画や解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。